はい、マッソゲームズです。はい、今日はですね、マッソのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。結構久々のマッソのマインクラフトだと思います。結構飽きましたね、最近やってなかったんですが。はい、ではね、今回もマッソのマインクラフトやっていきたいと思います。で、今日ね、何しようかなっていろいろ思ったんですが、ちょっとね、諸業務というか、まあいろいろ今回はね、やっていきたいと思います。まずね、一つ目が柵設置地味だな、おいって言われちゃいそうですけど、拠点のね、周りを結構広くしたんですよ。で、広くしたんですけど、その柵がね、まだ設置しきれてなくて、すごいね、ゾンビとかがね、入ってきてね、結構大変な状況に今あるんで、ちょっとね、その柵を設置していきたいと思います。それがね、こっちこっち、ここまではね、設置したんだよ。あ、なぜかコウモリがいるけど、ここまでは設置したんですけど、こっからね、拠点をね、どこまでにするかっていうのがね、ちょっといろいろあって、ちょっと悩みどころなんですけど、まあちょっと設置していきましょうか。なるべく広くこうさ、拠点を保ちたいんだけど、どうしようかな。こういう感じにする？こういう感じにしとく？こっから先は拠点じゃなくそうか。はい、こんな感じですかね。で、ここ掘っちゃって、これだったらゾンビたち入ってこれないですよね。うん、多分。で、ちょっとここ松明置いとかなきゃね。また湧くからね。湧くのは怖いよ。うん。よし。えい。そしてもう一丁。いやー、明るいね。うん。あ、ここも、まださ、ジャックオランタンを置いてないところは暗くて。はい。まあ、こんな感じでしょうか。で、さらに広げていこう。広げて、こういう感じ？こういう感じで広げる？とりあえず。よし。よし。よし。もっとね、TNT でね、ここ爆破しまくればいいわけではあるんですけど、結構ね、大変なんだ、 TNT で爆破するのも。ですんで、このぐらいのところにしときましょう。工場を作るってずっと前言ってたんですけど、いまだにね、工場作ってないですからね。早く作れよ、マスドってね、自分自身でも思っちゃいますけど。あと何作ろうかなっていろいろこう考えちゃいますけどね。はい、じゃあさらに柵を設置していきましょう。でね、最近ね、ツイッターだったかな、トニーさんとはやんないんですかっていうね、コメントあったんですけど、トニーね、仕事ね、やっぱ変えたんで忙しいんですよね。もう自らこう仕事をしていく仕事になったんで、こう自らっていうか、なんていうかな、そう、結構忙しくなったんですよ、まあ簡単に言うと。はい、ですんでね、なかなかできないんですけど、できたらいいなとは思ってます。またね、月まで行こうとか楽しいっすよね。よし、これでだいぶ一応スケルトン湧いてるけど、だいぶいい感じ。本当はね、このジャングルの木も入れたいところでは。ういててててててて、びっくりした、びっくりした。久々に食らったからめちゃくちゃびっくりしたわ今。てか、あいつ足はい、てか入ってくる入ってくる、やべ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 、けん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 。あはは、あいつらハマってるな、そこで。うう、あ、喧嘩した、喧嘩した。お、どっちが勝つんだ、どっちが勝つんだ。お、弓矢の方が強いのか、スケルトンの方が強いのか。お、入ってきた入ってきた。よし、あー、やられちゃった。よし、まあね、気にしないでいきましょう。で、ここ掘ると、掘るぞ。で、掘って、あっちとつなげてしまえば、こことつなげちゃえば、とりあえずここまでが拠点になるでしょう。ここも囲いたいところだけどね。ちょっと今のところ微妙かな。うん、拠点をどこまで持ってくるかって結構重要ですよね。まあ、かっこいい作んなくてもね、湧いたら湧いたでね、楽しくやればいいとは思うんですけど、ただ湧いてさ、こう全て壊されたりするとすごいショックですからね。そこだけマジでもう勘弁してほしいわって感じ。よし、 OK。 じゃあここを囲っていきましょう。タタ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 。うわあ、びっくりした、全然見てなかった。危ない危ない。よし、対角線上に。よし、オッケー。いて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 、痛いっつーの。ちょっと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 、おら、
痛いっつの。いや、やめてくれ。結構食らってるっつの。痛いっつの。痛いっつの。痛いっつの。いろんなところから湧いてくんだ、マジで。よし。よし。危ない、危ない、危ない。結構怖いね。うん。よし、これで回復して、まあ、拠点のね、周りだから、やられてもすぐ戻ってはこれるけど。どうだろう、これ。よしよしよし。とりあえずね、この辺りまで囲っておこう。ちょっと今、これ、あるからしょうがないから、まあ、とりあえず、とりあえずこんな感じで囲っておけば、あ、ここダメじゃん。ここだけじゃない。ダメじゃん。ツルハスで。おい、てお前、後ろから来んのかい。多分、モンスター音をね、今、静かにしてんのかな。だから、全然気づかないわ。わかんないわ。いつの間にか来られるから、マジで怖いわ。びっくりする。ああ、怖い。なんか、久々に、マインクラフトしてて怖いっていう感情を抱いた。おっかねえな。よし。はい、ここも、かっこいいを取っちゃいます。はい、拠点が広くなりましたー。イエーイ。わっかもしんないけど、ほら、クリスマスツリーも拠点の中に入ったよ。いい感じじゃない？よっしゃー、やったやったー。結構広いよ。いい拠点になってきてるよ。素晴らしい。いいね、いいね。ほら、あっちまで拠点。うわ、ちょっと嬉しい。こっちも、こっちもこっちも、ほら、馬逃げない。素晴らしい。嬉しいよ。やったー。で、今回ね、これで終わりじゃなくて、もう一個だけちょっと作ろうかなと思ってるのが、このね、焼き鳥製造機ですね。ここをの見た目をちょっと良くしようかなと思って、ちょ、見た目を、うん、直していきます。ちなみに、まだ多分あるんだよな、卵。あ、あるね。これをちゃんとここに置いていきましょう。いや、鶏肉製造機ね、便利ですよ、正直。うん、よし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 。で、ここでね、何を作るのかと言いますと、まあ、鶏の顔ですね。まあ、よく作ってるやつですけど、鶏の顔っぽくしといて、ちょっとこう、なんて言うんですか、そういう施設を作ったん…あ、やばい。そういう施設を作ったんだよ風にしたいなと思って。よし、唇を置くと。はい、2つ唇を置きます。違う、なんか違う、なんか違うけど、まあいっか。センスがね、うん、問われますね。で、多分ね、かなりね、不細工な鶏になるかもしれないっていうか、若干ね、普通の鶏と違うと思う。こういうことね。間違えた、間違えた。ちょっと違うね。ここも、くちばしにしといて、で、ここは入り口だから取っといて、オッケー。よし、外から見ると、お、かわいいね。かなりかわいくない、これ。いい感じ。あ、赤い羊毛も欲しいな。赤い羊毛も取ってこよう。よし、じゃあ、あともう少しなんで、ちょっと設置していきましょう。今ね、羊毛取ってきました。羊毛って結構簡単に取れるんで、僕好きです。で、こうやって、置いて、上はこういう風な感じでいいのかな？とりあえず、なんか、火つけ、松明つけておきたいんで、よし、こんな感じで、あ、ここにつけちゃダメか。こんな感じでつけておきましょう。トントンやりまして、トン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 、オッケー。
よし、焼き鳥製造機の施設がいい感じでできそうな気がするよ、これ。よし、どう？よし、よし。おい、おい、おい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 。あー、間違えた。よし、オッケー、やったぞー。とりあえずじゃーん、こんな感じで鶏は半分できたんですけど、どうせだったらね、この鶏をね、さらに進化させてあげたいなと思って、僕はね、トサカをつけたいと思います。多分真ん中ここだよな、真ん中、目の真ん中ここだから、こんな感じ。お、いいね、ロックだね。どどどどどどど、あ、やべ、足りないけど、あ、でも逆にいいかな、ここ削って一番トップを高くしよう、ここも削ってこれをここに持ってくれば OK！ できたー。あ、ちょっと丸み持たせてあげよう、頭修正。ちょっと修正したんですけど、こんなんなっちゃったこれ完全失敗かな、ウルトラマンみたいになっちゃった。これまた修正、修正、これダメだ、これ一番ダメなやつだ。うん、もうかっこ悪いもん、さっきのでいいかな、やっぱ。よし、これでどうだろう、また修正加えてみて。あ、これいいな、これ悪くないな、これで削って、よし、はい、ということで完成しました。こちら焼き鳥製造機の場所をちょっとおしゃれな感じで変えてみました。こう色づくだけでなんかちゃんとした施設がまるであるような感じですね。これだけでこうなんか拠点の華やかさレベルが1アップした気がする。まあこっから入ってこういう風な感じですね。ただスイッチが押せないんだよな、スイッチ押せないから、ここら辺削っちゃおうか、ここ削って、松明もここ置いといて、でお肉が欲しいなって時はこっからブシャッと、はい、でもう一回下げるとこのディスペンサーからマグマが、はい、大量になるんで、でこれで焼き鳥をたくさんね来るっていう、はい、まあこんな施設ですね。4つしかできなかった、マジ本当に？あんまり焼けちゃったのかな？あ、2つ3つ少ないですね、これね。まあいっか、はい、ということでこんな施設ができました、嬉しいぞーい。まあね、こんな感じで拠点ね、ちょこ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 ね、変えていきたいなとは思いますんで、ぜひね、また皆さんよかったらご覧ください。とりあえず拠点広くなったからね、あそこ、あっちね、完全にいい感じですよね。あとどんな施設に作り変えていこうか悩むところですね。はい、ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソーゲームズでした。バイバーイ。